デール・アダムダイは、アメリカ合衆国の俳優、司会者、実業家であり、ベトナム戦争で戦闘に参加した、退役海兵隊員である。ミズーリ州ケープジラードに、デラグレースとデール・アダムダイの子として生まれる。中高校生年代の男子に、軍隊式集団生活をさせながら教育する、プレップスクールの一つ、ミズーリミリタリー・アカデミーを卒業。大学に行く学費がなかったため、 1964年1月、アメリカ海兵隊に入隊し、ベトナムへ派遣される。1964年から1965年と、1967年から1970年の間、ベトナムで海兵隊報道員として軍務につき、31回の戦闘を経験。この戦闘の間に負傷したため、ブロンズスターメダルとパープルハート賞を授与された。 ダイはベトナムでは、海兵隊戦闘報道員たちの間で有名で、同僚の戦闘報道員であったグスタフ・ハスフォードは、ダイをダディ・ディエイと呼び、そのキャラクターを、諸女作のベトナム判事伝承説、ザ・ショート・タイマーズ、並びに2作目、ザ・ファントム・ブルーパーで、登場人物に反映させている。海兵隊に入隊し13年間、総長まで承認した後に、 しか候補生学校に選抜され、1976年に、順位士官、少委任官後は職務を転換し、最終的に退位となる。1982年から1983年まで、ベールと平和維持軍に参加。その後は、世界中で様々な任務につき、軍籍にある間に、メリーランド大学の遠隔教育プログラムで英語の、学士号を取得した。また、 軍歴の末期に、エルサルバドルやニカラグアで、ゲリラ戦訓練の軍事顧問をした縁で、中央アメリカの雑誌、ソルジャー・オブ・フォーチュンに寄稿をしている。1984年に、海兵隊を退役後、大は、カリフォルニアに戦争映画での現実的な兵士の描写のために、俳優の訓練を専門とする会社を設立。同時に、 自身の会社が関係する映画に出演もしている。1986年のオリバー・ストーン監督の映画プラトーンでハリスタイ役を演じて以降、ストーン監督作品を中心として多くの映画に主に軍人役で出演。プライベート・ライアンではジョージ・シー・マーシャル将軍の側近役を演じたほか、スパイゲームでは救出のシーンでウィリー・シキカ役を ミッションインポッシブルでは CIA のフランク・バンズ役をスターシップ・トゥルーパーズではブレインバグ捕獲の後の高級昇降役などの軍人役を演じている HBO のミニシリーズバンド・オブ・ブラザースでロバート・シンク大佐役を演じたまた映画の軍事技術顧問も務めているさらにロサンゼルスの AM ラジオ局クフィの日曜午後の番組で司会を担当しているまた ゲームソフトのメダルオブオナーシリーズでもコンサルタントとして関与しているメダルオブオナーヨーロッパ教習とメダルオブオナーライジングさんの登場人物でもあるありがとうございます